補給路は依然維持、軍勢も日に日に増えている。物資も送られ嬉しい限りだが、しかし人も物も流れが激しすぎる。すべて整理しなくては困るのは上の者たちだ。私の方でまとめて少しでもフィンの負担を軽くしてやらなければ。ラザルの旦那、今いいか、踊り子みてえな格好をした妙な女がいるんだが。妙な女？ドワーフの酒の次は娼婦かな。よくわからねえ、コーマック王国の援軍に紛れ込んでたんだが、自分のことをラザルのご奉仕係にゃとか抜かしてやがる。はぁ、あ、旦那の醜聞になるかと思って他の兵士には口止めして女は捕らえてあるが、連れてきてくれ。いや、丁重にお連れしろ。あと決して誰にもバレないように。おお、分かったぜ。まさか。にゃーにゃー、ラザル愛しのフェリスが来たにゃん。何をしておられるのですか、女王陛下。ブハ。フェリスの格好で来たんだから合わせなさいよ。この口調、どれだけ恥ずかしい思いをしてるか知ってるの？ずっと恥ずかしがっていたのか。いや、今はそんなことより。どうしてこんな最前線？この城はいつ魔物に落とされるやもしれない危険な場所。早く王都へお戻りください。私は大反抗作戦の名手なんでしょ。我が身可愛さで引きこもるより、こうして前線に来た方が兵の士気も上がる。違う？政務はいかがされるのです。コーマック王国は今が正念場。陛下が決裁しなければならない案件が山ほど。全部マルディに押し付けてきたから大丈夫。失礼します。決裁待ちの書類のおかわりです。うわぁ、マルディ宰相が干からびた豚になってる。胃薬をくれ。とびきりうまい胃薬を。今度生まれ変わったら絶対エルフになるんだ。寿命を削り落としても長生きできる妖精さんに。